はい。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。仕事に行かれる方は行ってらっしゃい。仕事が終わった方はお疲れ様です。仕事がお休みの方はゆっくりしてください。世の中3連休らしいですね。海の日ですかね、明日。えー、全然知らなかったんですけど。えー、今週はですね、またみやびが火曜日、えー、来週もかな。えー、3週連続火曜日撮影なのでダンスのレッスンの都合で。 えー、レビューは水曜日17日になります。えー、16話語りが入ると思います、えー。怪獣が暴れております。現在日曜日の午前5時36分です。えー、<laughs> 怪獣が起きて大暴れしております。 え今日はね、もう発送作業も終えて死んだように眠って12時間寝ました。安心してください。で起きたらもう届いた皆さんからのもう感想とかお礼とかメール OC、Twitter バンバン来て、それに全部返信が終わって落ち着いたところでぬふぞうが配信してたので、配信に参加したら終わったのが4時だったということで,で、そこから新曲を急遽作って、 えー、マスタリングとか終わって書き出して終わったんで今ラジオを撮ろうとしたら怪獣が暴れ出したという感じでございますがもう暴れてるのは恒例にしてください。でね、ほんと、えー、ひも本、遠方の方は北海道とか、えー、沖縄、九州、関西から向こうですね、広島とか岡山とか、あと東北も仙台から向こうですかね、は今日届くと思います。 えー、300キロ、400キロ、500キロぐらいまでの人たちは東京から、えー、昨日届いてると思いますが、えー、遠方の方は今日届くと思いますので、えー、また届いたら感想などを OC に入,入ってる方は OC で、え Twitter、ー、の方は Twitter でリプを、で、えー、っと、あれですね、YouTube の視聴者の方は、 あれでいいです。あの、紐本の箱の開け方というね、動画に感想等をコメントしていただければと思います。え、メールでも構いません。で、あの、一応ですね、買いたくても今回見送った人とか、えー、次回作に期待してる人たちがどんな音だったのか、どんなイヤホンだったのか、感想を聞きたいという声が毎回多いので、えー できれば感想をお名前は伏せますが、えー、X、ツイッターの方でスクショ等を、えっ、ー、と、公開させていただいておりますので、えー、この感想は公開していいですよっていう方は、えー、メールとか、えっ、ー、と、OC で言っていただけるとコメント欄でも OK です。言っていただければスクショ取って、えー、X に貼りますので、えー、そう書いていただけると幸いです。 もうね、とにかくねあのうちのコンセプトであるオーディオに興味がない一般の普通の人たちに、えー、僕が作った開発したチューニングしたイヤホンとかケーブルとかアンプとかいろいろいてもらってでオー,ディオ,に、ね、オーディオに興味持ってもらって好きになってもらって、えー、ちょっとでもいい音で我々が作る音楽を聴いてほしい我々というのはもう。 全世界、日本中のミュージシャンの願いです。えー、本当にね、みやびと知り合った6年前にみやびが普通に、最初ね、合宿ということでね、数ヶ月間、えー、みやびと合宿生活を送っていたんですが、その時にみやびが、本当に普通に iPhone で音楽を好きなね、ワニマとかあの子、あと色々ガイタレも色々好きな人たちがいるんですが、 音楽を聴いていてびっくりして普段これで聴いてんのって言ってとりあえずブルートゥースのスピーカーを渡してこれで聴いてってやってたんですけどまあそれでショックを受けたのもあってまあそれでオーディオレビューとかいろいろ始めて宮城に音行くっていうのだったりまあそこからやっぱ一般の人たちを調べたらやっぱり普通にスマホで音楽 TikTok 含めてサブスク聴いて YouTube とかでも聞いておうって言ってるのが普通だと知ったので、えー、TWS でも何でもいいからちょっといい音で音楽聴いてほしいっていうので、えー、YouTube もオーディオのレビュー始めてますしこうやって、えっと、僕が開発チューニングした製品を発売ということも開始しましたなのでね まあそれがきっかけなんで、本当にヒモホンファーストエディション2がテンソンさんのね、署名活動、勇気ある署名活動のおかげで、あの時70名近いね、え、署名が集まって、まあ今回も実は署名の人数ぐらいしか売れないだろうということで、そこを想定してたんですが、署名の人数の倍以上、え、受注が入ってしまって、まあ本当、想定外の数で、 <laughs> まあ、綿さんも僕もびっくりして、まあ、頑張ってこれね完全ハンドメイドなので、まあ、頑張って作ってであのねケーブルもだったらっていうことで、えー、実質ひもケーブル2となるケーブルを新たに作ってファーストとは違って初代のでペンタコンにして4.4バランスでまあ、外でも使いたいのでっていう人であのビニールケーブル もオプションで付けましたけれども、買いたい方はそれをっていうことでオプションで買ってくれた方もかなり予想以上にいましたので、まあ、あとね、あの、紐ケーブル2になるケーブルの、えー、分岐、スプリッターの部分のスライダーの部分ですね、あの、ビー玉みたいなやつ。あれは、えっ、ー、と、白馬の職人さんが、えー、特注で作ってくれた やつでいろいろ手が込んでおります実はなのでまあ大事に使っていただければと思いますあとねサポートですけれどももし初期不良とか故障とかあった場合はオ、えーツエイドさんの代表アドレスインフォアットオーツエドドットシーオードットジェピーかな、えー、まあまず僕にメールいただければ案内しますが、えー、直接、えー、こんな症状があるんですがと言っていただいて構いません。 というわけで、えー、まあね本当に大変な作業だったんですけども開発からで受注もね僕が一人でやってるので、えーま、とてつもない数の受注処理をやってそっから今度、えー、宮城とお妻さんに、えー、伝票宛名を書いてもらううちはね手で書いてるんですこれねヤマトで法人契約してるんで法人のページにログインして 印刷でもででもきるんですけど、理由が2つありまして、やっぱり、買っていただいた人たちに誠意というものを伝えたい、熱意を伝えたいっていうのと、あと、顧客情報が漏れるセキュリティのためです。えー、やっぱり、ヤマトがどんなサーバー使ってるかわかんないので、そこにうちの大切な視聴者さん、購入してくれた人たちの個人情報を渡すわけにはいかないので、 えー、ローカルで管理して手書きというふうにしております。でね、その手書きの宛名を書いてもらうのもまた受注のメールから重症リスト、送付リストを僕が一人で制作して、で、それをみやびとおつまさんに渡して伝票を書いてと。なので、 えー、配信とかでは言ってますが伝票に「オーディオ」と書いてあったらみやびが書いたのでそれは当たりですねまずこれが最初の当たりです <laughs> で、えー「イヤホン」って書いてあったらお妻さんなのでそれは普通の、えー、っとヒモホンファーストエディション2になりますさらに「えー、当たり」と書いてあるメッセージ手書きのねこれもねもうほんと全部書きました 手書きで。えー、当たりと書いてあって、えー、っと、ピエール君の、えー、ピアホンをわざと,、えー、っとパロディーにした、えー、僕の手書きのイラストが入ってますけれども、えー、それに当たりって書いてあるのが10枚ぐらいに1枚入ってます。で、さらに、えー、っと、えー、っと、大当たりが1枚だけ入ってます。全体の中で。で、それ以外に、 えー、2024年下半期7月からがいい年になりますようにということで大吉が2枚入ってます、えー。これが入ってた方はラッキーでも一人ね大吉がね、えー、メロンバーさんに入っていたのをツイッター、Twitter、で知りまして X でびっくりしましたが今回完全ランダムで、えー、書いたメッセージカードを入れて一緒に入れて、えー、宅急便の箱を 封をして、で、それを全部出来上がったら、もうその時点で誰がどの箱かわかんないんです。で、どれに当たりが入ってるか、大棋士が入ってるかわかんないんですがあとはランダムにお妻さんと僕と二人で、えー、伝票をひたすら貼ってったんで、誰に何が当たってるか本当にわかんないんですよね。もう、機械、これが入ってましたって言ってわかる感じなので、 本当当に大大ととととかかたたたりとか当たりがが入ってた方は、えー、と今年いいいことがあると思います。別にそう入ってない方もいいことありますけれどもで一応んだろうジョークというかなんかそういうサプライズあってもいいかなと思って僕の手書きの下手なイラストと一緒に「あたり」と「大当たり」と「大吉」を入れさせていただきましたというわけで。 なんでこんな冒頭のトークが長いかというと、今週はなんとお便りコーナー2通しかないんですね。なので引っ張りました。えー、すいません。できれば、えー、今日の日曜ラジオのコメント欄に本当ノージャンル何でもいいんで、えー、本当に何でもいいんで、下のお話でもいいんで、えー、何でもいいんで、ジャンル問わず質問でも聞きたいことでも何でもいいんで書いてくだされば、えー、 ラジオでこうやってお便りにお答えします。それがメインの、えっ、ー、と、今日は動画というか毎週日曜日はそれがメインのラジオなので、お便りお待ちしております。というわけで、最初のお便りです。この方は、えっ、ー、と、おひょんちさん。ちょっと、書いてないですね。えっ、ー、と、アカウント名が。 ID から行くとおひょんちってなってるんですけれども、えー、っと、なんかどっかにメモった気もするんですけど、できれば、できればじゃなくて、えっと、必ずお便りコメントのところにアカウント名何々ですと、それからラジオネーム何々ですと書いてくださると助かります。え、ID しか Mac の場合表示されないんですね。なので、ちょっとそこは本当よろしくお願いします。 この方は、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。オーピオンチさんですね。はい。オーピオンチさんからのお便りで、えー、お暑いございます。本当に暑いですね。もう40度近いの続いてますが、まあ最近雨が降ってちょっとね、涼しくなってますが、えー、毎週の日曜ラジオは就業帰宅後に拝聴しています。ありがとうございます。 えー、今日は暑さと疲れでうっかり新曲を聴きながら寝落ちてしまいました。まあ寝かす曲でしたからね。で、お便りコーナーでお尋ねしたいのは最近のアイドル推し事情についてです。ポコチャで好きなアイドルグループの個人ないるらしい。それって何ですかテレビ歌番組とラジオで得た情報で一気宇宙していた時代の私にはさっぱりわからない。涙マーク。ご存知でしたら教えてくださいませ。えーっと、ちょっとポコチャはあれじゃないですか。なんかサークルというか、 リスナーとライバーがコミュニティみたいので会えるみたいのがやってるみたいですけど、それとは別になんかライバーさんたちが、えー、会えるライバーですとかやってるみたいですけれども、この流れはポコチャだけではないと思います。えー、まあ最近ですと TikTok ライブのライバーさんにね、大量に、えー、キャバ嬢の方とかホステスさんが 仕事よりも効率がいいっていう。今ね、TikTok ライバーすごい儲かるんですよ。もう初めて数週間で月収100万超えちゃってる人もいるし、もうバンバン YouTube 事務所ができた時代みたいに、えっ、ー、と TikTok ライバーの事務所が、ライバーの事務所が今バンバンできてます。TikTok 以外でも。で、そこが全部営業とかいろいろやってくれるので、ノウハウも教えてくれるし、で、今ライバーたちがすごいんですけど、 当然そこにアイドルも入ってきます。まあ理由はね、いろいろあると思いますが、お金目的の人たちは、アイドルだろうが、もう現状地下アイドルと呼ばれてる人たちは、もうね、ライブとかイベントで、まあチェキタイム、それもどんどんエスカレートしてって、透明の板挟んでキスができたり、ハグがあったり、まあいろいろあるんですよ。 でも男性地下アイドル、女性地下アイドルは完全キャバ嬢ホスト状態になっていて、特に彼らはお金になるのが、えー、ライブ自体の収益では集客のお金じゃなくて、えー、その、後の、チェキ会とか、えー、と、物販とか、えー、と、そういうところでのお金が彼らのギャラになります。 なので彼らはそこで必死です。で、そこで自分のチェキが、一回のイベントライブで数百枚とか、自分のグッズが売れる人たちは、もう月収40万とか50万とか60万なんですが、売れない子たちは、全然お金が入らず、食っていけないという状態なんで、当然ライブだけではなく、ポコチャ含め TikTok や、まあライバーですね。 ライブができるところで、当然投げ銭ももらうし、そこでいろんな人と仲良くなって、この人お金持ってて大丈夫そうだなっていう人には実際、えっ、ー、と、アイドルじゃない人たちも会えてます。特にポコチャとか、一応規約でね、ポコチャは会うの禁止になってんのかななってますが、えー、TikTok ライブなんてもう今、僕らなんだ <laughs> 経営者仲間の間では全然会えるよと。で、気に入られれば最後までいけるよっていうことで、えー、ね、もう出会い系サイト、出会い系アプリ、マッチングアプリのようにライバーたちがいるライブ配信アプリ、サイトが使われてしまっているのが現状です。理由は、 ただでご飯食べれるし、ワンチャンいい人で、えー、お金持ってる人だったら、もう愛人のようになってしまって、お金を貢いでもらうとか、パパ活みたいなことをするとかいうのがもう始まっちゃってるんですね。まあ、どうしてもお金が絡むとそうなるので、 で、お金稼ぎたい人、稼げてなくて困ってる人は、そういうところに行かざるを得なくなるので、アイドルであったとしても、地下じゃなくても、まあ、例えばね、ビトンとかハイブランドのバッグが欲しいとか、ハイブランドをいっぱい欲しいっていう人たちは、当然、正当派アイドルであってもお金がないので、まあ、そうやってライバーとして活用、活躍しながら、 えー、紳士で、イケメンで、イケオジでお金を持ってる人がいたら、実際会って、で、まあ食事してダメだと思ったら帰っちゃえばいいし、あ、この人いいなと思ったら最後まで行って、で、お金をバンバン貢いでもらう、ライブ配信でも投げ銭をバンバン投げてもらう、実際そういう投げ師の、投げ師と呼ばれる人たちもいるので、まあ その流れだと僕は思っています。まあね。それがいいのか悪いのかはちょっと判断は皆さんに委ねますが、もうそういう時代になってしまいました。なので、まあ、TikTok ライブだともうね、レベル50まで、えー、投げ銭投げる人もレベルがついていて、で、レベル50の人は確か1回の投げ銭が最大2000万円まで投げられます。要は億単位投げた人が、 レベル50に行きます、えー。そのレベル50の人が一説には、えっと、TikTok ライブの中に15人いるらしいです。日本で。で、一人、えっ、ー、と、ミラコスタかなんかにほとんど住んでて、アカウント名がそういう名前の方は、そのレベル50のアカウントを複数持ってて、単押ししてるらしいです。ある子を。その人にしか投げないみたいです。で、億単位のお金を使えるし投げるんで、 まあ、すさまじい、あの、なんだろう。裏ボスと呼ばれてるらしいですけど。まあ、ね。結構 TikTok には億単位使う投げ師さんが10人から15人いて、その人たちは最大1回で2000万まで投げられてしまうそうなんで、100万200万なんてポーンって投げ銭してしまうみたいですから。まあ、そういう方がいるんだったらやりますよね。なので。 そういう時代になってしまったんで、いいか悪いかは本当に皆さんの判断に委ねますが、もうそんな時代なんで、テレビ出てて、有名承認欲求、えー、自己顕示欲は満たされるかもしれませんが、お金の面が満たされない人たちは、お金の方が大事な人たちはそっちに回ってしょうがないと思います。稼げないんで。というわけで、えー、どうでしょうか、こんな。 僕の答えですけれども悲しい答えですけどねまあ YouTube じゃなかったらもっと芸能界の裏の裏まで語りますが YouTube はバンされるので、えー、これ以上はやめておきますがとりあえずこんな感じですというわけで、えー、今日は2通なんで前半終わったんで1曲いきます、えー、さっきできた曲でロックブルース調なんですが え普通には作ってないし最後、えっと、ふざけて終わってるんで曲のタイトルは怪しいコーヒータイムですえなぜそのこの曲名になってるか最後わかります最後数小節でで一番最後で答えがわかりますえ怪しいコーヒータイムねこんなタイトルの曲はどんな曲なんだと思った方これから書けますのでそれでは怪しいコーヒータイム聴いてください はい。どうだったでしょうか怪しいコーヒータイムの理由は、えー、最後の最後で分かったと思います。その前に前振りで怪しいエレピが入っていたと思います。はい。というわけで、曲の感想も書いていただけると助かります。次のお便りです。出遅れたエビのためともです。えー、毎回毎週ありがとうございます。助かっております。えー、今週もよろしくお願いします。なんかね、いっぱい、えー、お便り質問用意してるみたいなんで、 今週もよろしくお願いします。えー、膝小僧が好きな方です。宮城の。えー、で、今週もラジオ、えっ、ー、と、出遅れたエビのためともです。今週もラジオありがとうございます。こちらこそありがとうございます。えー、セクシー女優さんは本当に大変なお仕事だと思いますし、リスペクトして大変お世話になっている次第です。男はね、のんけの男はみんなお世話になってます。はい。僕もです。 え、ご紹介していただきました方全員をチェックして楽しみたいと思います。か笑い楽しめましたかその感想も聞いてください。この子はダメだったとかいろいろ書いてください。えー、僕は細くて、えー、胸がちっちゃい子ばっかり選ぶのですいません。えー、さて、次なる質問です。今回の投資の話にも答えがあったような気もしますが、ひもじい殿にとってのお金とは、またお金の生きた使い方とは、良ければひもじい殿のお考えを聞かせてください。 えー PS 関東地方は異常な高温となっておりますが、ひもじいどのみやびん、そしてお妻様ご自愛くださいませ。ありがとうございます。ご自愛しております。まあ僕は部屋から出ないんで大丈夫ですけど、めったに。月2、3回しか外出ないですから、全然気候わかんないんですよ。24時間ずっと365日エアコンついてるので。で、お金なんですが、僕にとってお金というものは X でも何十回と言ってるんですが、 え大事な人、動物たち、ものを守るためのものです。これどういう意味きれいごとじゃなくてどういう意味かというと、じゃあ例えば、えー、お妻さんが、えー、まあ、結構、難病でも何でもいいです。癌でも何でもいいですけど、病気になりました。えー、通常治療では、保険適用の治療では、治すのが難しいとなった時に、 1000、えー、万とか2000万とか3000万とかお金が使える人は最先端治療を自費治療で保険が使えない治療で試せます。それで治せたりします。本人が治したいと言ったらですけど、まあお妻は、えー、早く死にたいからというのと医療従事者なんでどんな治療をしたらどういう副作用があってどうなってどうなるか知ってるので、 まあ、とりあえず、がんになったら抗がん剤治療は絶対しないとは、うちのお妻さんは宣言しておりますが、まあ、そういう時、それがみやびでもいいです。例えば、じゃあみやびが、えー、突然、まあ、なんだろう、詐欺にあったでも、何でもいいんですけど、えー、お金がゼロになりました。家の家賃も払えなくなりました。水道光熱費も払えなくなりました。食事代もないですって言ったら僕は渡します。 大事な人を守るためです。それはうちのスタッフとかでも一緒です。自分の親でも一緒です。かっこ兄貴は除きます。その理由は語りません。ま、前、ちょろっと語ったことあるんでね。で、えーっとね。なのでお金は、まあ、そうですね。だから大事な人とか、あとは、人を笑顔にするためにあると思って、 いるので例えば僕は絶対言いませんけど災害とかあってもえ義援金なりそういうものを振り込んでも匿名だったり発表されるやつはもう匿名にしちゃいます匿名っていうか勝手な、えっと、ペンネームみたいなのにしちゃいますえっとページに発表されたりするじゃないですかホームページにあとなんか記念碑みたいなのに名前入っちゃったりするんで絶対自分の名前出ないようにし,してお金を送りますが それで復興して笑顔になったらいいし、まあそういう使い方をするためにお金はあると思ってて、自分に使うお金は、前も言った自分に投資をする分と日々食べていくお金があれば十分なので、それでいいと思っています。で、使うもので貯めるものではないんで、使ってこそ価値があると思ってるので僕は、 今まで人生で貯金をしたことが一回もありません。これは本当です。えっ、ー、と、みやびも知ってるし、おつまさんも知ってるみんな知ってます、周りは。毎月使い切り制度で、えー、使い切る理由は、重大な理由は一つあって、前も多分動画で話したことありますけど、使い切らないと、えー、寝たきりになるからです、えー。使い切ってしまったら、どんなに病状が悪かろうが、どんなに大変だろうが、 仕事をせざるを得ないので、お金を稼いで生きていくために。なので、まあ、一回ね、本当に億単位のお金が入った時、僕はね、本当寝たきりとほぼ変わらない状態まで落ちました。なぜならば、えー、何もしなくて生きていけるからです。ってなると、えー、努力とか、最低限しかしなくなって、病状がどんどん悪化していったので、これじゃダメだということで、 えー、使い切り、毎月使い切り制度というのを導入。一応ね、あのー、動物さっきも言いましたけど、動物とか大事な人が困った時用の緊急用のお金は毎月取ってあります。それは、えー、例えば、えー、っとね、夜中とかに、えー、動物たちが急病になって連れて行った時は、結構なお金がかかります。 なのでそのために取ってあるというのとまあみやび含めて大事な人たちが何かあった時にちょっとでも助けられるようにというので取ってありますがそれ以外は使い切りますあとは災害上に常に現金は最低10万円は財布に入れるようにはしてますって言ったら財布狙われたりしてね分かんないですけど。 まあそれは災害時用です。僕はもともと現金派だし、災害時は電子マネーとかそういうものは一切使えなくなるので、えー、現金がものを言うのはもう災害を何回も経験して知ってるので、えー、現金派なのでそうしてます。で、まあ、お金の生きた使い方っていうのはやっぱり、そのお金を使ったことで、えー、その使われた人たちが、 笑顔に、本当の笑顔ですね。儲かったぜ、やったにやりっていう笑顔じゃなくて、本当に、そのお金によって、生活が、幸せな生活ができるようになるとか、笑顔の絶えない暮らしができるようになるとか、そういう、だから人の笑顔が見たくてお金使ってるってところもあります。なので僕はプレゼントサプライプレゼントとサプライズ好きで、 えー、もう行っちゃいますけどうちの視聴者さんたちが僕の仲いい店にやっぱ行ってくれる方が多くて、えー、予約とかしてくれると当然僕のしね仲いい店だし、まあ、親友の店だったりもするんで誰々さんから予約入ったけどこれって視聴者さんじゃないとかって言われたら、えー、それが分かったら、えー、サプライズをもう先に。 お金を払って用意しますし、えー、誕生日とかは、みやび含めて、えー、本人が一番喜ぶであろうものをあげたり、ことをしたりっていうことで、まあ、それは誕生日以外でも、まあ、みやびの場合は、例えば、ホワイトデー、逆バレンタイン、どっちえ、男が女性って、日本ってどっちだっけホワイトデーでしたっけ ホワイトデーとかクリスマスとか誕生日にはそうしてますけれどもまあとにかく生きたお金の使い方って使ったお金で結果誰かが笑顔になるっていうのが生きたお金の使い方だと思いますそれで悲しむ人がいたり、えー、誰か辛い思いをするんだったり自分しか楽しくないんだった僕はそのいうお金の使い方はしたくないですね 自分がやったーってなって他誰も思ってなかったら僕はつまんないんでえ僕が買ったとしても周りがうわーって笑顔になってくれるんだったら買いますし自分にでもそんなものってほぼないのでまあ例えばね車とかだったらね僕がいい車を買ったら一緒に乗るお妻さんだったりみやびだったりまあスタッフだったりがこんな 車に乗れて嬉しいって笑顔になるなら買いますし、快適になるんだったら買います。まあそんな感じですね。だが僕はもうね、家にもお金一切使いません。で、家は買いません。もう賃貸で行きます。で、老後辛いでしょってなったら、もう先払いします、家賃を。10年分とか。で、10年間は住まわしてくださいって言って、ただ高いところには住まないんで、 今の家も、えー、もう、都内近郊まで車で2、30分で出れるところに住んでますが、えー、壁地と呼ばれるところに住んでるんで、ただ車なんで、えー、電車中心じゃないので、電車が超絶不便でも実は車渋滞がほぼなくて、あっという間に都心にアクセスできるっていう場所が、えー、東京とか郊外はね、点在しております。 え、場所言うとバレるんで言いませんが、なので、え、今の家は、えー、っとですね、3LDK で、まあ、ちゃんと鉄骨角部屋で、ちゃんとしたマンションですけど、えー、駐車場、車2台分入れて、え、家賃が10万ちょいしかしません。10万ちょいって10万数千円です。はい。安いです。3LDK で。鉄骨で。 で、夜中も音出せてスピーカーから。もう、本当に、えー、安く、全然、家にお金かけんのは、本当に、もうね、そうね、あの、マンションの最上階のペントハウスに住んでたこともあるし、まあ、11LDK のプール付き、トイレが何個もあって、お風呂も2個あって、みたいな、えー、 豪邸ですね。それは賃貸じゃなくて買ってましたけど、プールも20メーターだったかなのプール。で、水深一番深いとこが2メーターぐらいある、まと本当のプールがついてるとこを買いましたけど、まあ、アホ臭いなっていう、もう買ってみればわかるんですけど、もうほんと維持費はかかるし、固定資産税かかるし、修繕費はかかるし、もう本当に、あと、 水道高熱費が半端ない金額来るんで、毎月。もう、なんか、結局一部屋しか使ってないし、自分はね。まあ、その時にスタッフとかも住まわせてたんで、まあ、11LDK フルに部屋埋まってましたけど、まあ、で、一階をね、僕のスタジオ兼、事務所みたいな感じにして、で、ジムとかやってる人たちは、えー 違う部屋、2階の違う部屋をぶち抜いて、そこでっていう感じにしてましたけど、まあ、結局自分の部屋から出なくなって、もういらねえな、無駄だなと思って、ああ、もう二度とこんなでかい家住まないって思ったので、それからずっと賃貸で、え僕は一部屋あれば、それで十分なので、 まあ最低6畳あれば十分です。まあ今の部屋が何畳だ ?7 畳か8畳ぐらいの部屋ですけど、僕の部屋はね。まあそれで十分です。もうそんだけで僕は完結してしまうんで、であとはいらないので、あとはまあお妻さんが住みたい家を選んでもらって、で、家賃を毎月払うっていう感じなので、まあ本当 まあ家とかにもお金使う気にもならないし、車ももうね、お妻さんが乗りたい車全部乗らしてしまったし、僕は車に興味がないんで、まあ車にね、お金かける気もないし、バイクも一通り買ってしまったので、特にバイクに大金を使うこともないし、もうなんもないっすね。あとは仕事道具にお金かけていくだけっていう感じなので、まあ食事もね、 え撮影週に2回のロケ弁ぐらいしかまともなもん食べないで、あとはもうろくなもん食ってない協会会長をやってますんで、副会長はぬふぞうですけれども、まあ、本当皆さんより全然ろくでもないものを食って毎日生きてるので、まあ、好きで命削ってあのジャンキーなもん食ってるのでいいんですけど、別にね、健康でいたいとも長く、長生きしたいとも本気で思ってないのでそれでいいんですが、 まあ、あとにかく話戻りますが、お金はやっぱり、生きた使い方、お金とはって考えたときに、えー、自分の周りの人たち、自分が関わってる人たちが、本当の意味で笑顔になれるのが、生きた使い方だと思うし、そのためにあるのがお金だと僕は思ってます。そんな感じですね。はい。というわけで、 え40分近く曲を入れたらなると思うので今日はこの辺で終わります。2通でもちゃんと40分ぐらいになってしまいます。えー、数が多い時はちょっとね、えー、と短く短く喋ってきますけど少ない時は、まあ1通でもいくらでも長く話せるんですが、まあとりあえず2通でもちゃんと40分喋れますよっていう感じですがまたね、それだと寂しいんで、 えお便りお待ちしておりますのでどんどんコメント欄に書いてください、えー、普通の会社員の方はえ明日も休みだと思いますのでゆっくりしてください、えー、そうじゃないエッセンシャルワーカーとかいろいろ現場等で動いてる人たちえまあうちは警備員さんもいますしえそういう方は暦関係なくお仕事でしょうし僕も仕事ですのでえ頑張りましょうというわけで皆さん また来週。